ムちゃんの、あらすじ紹介のコーナー。いやー、やっぱこれやらないと動画が始まった気しないわよね。今回が第1回だろ、こんなコーナー。何いつもしっかりあらすじ紹介してます。素敵な雰囲気出してんだ。今回はいつもより間が空いちゃったからね。その分しっかり振り返りをしていこうと思って。まあそれはいいと思うけど、あんま動画の尺使いすぎんなよ。かしこまり。それじゃ早速霊夢ちゃんのあらすじ紹介を始めていきましょう。私は先代より白霊の御子を継承し、今は白霊神社で生活をしているわ。主ななりわいは妖怪退治や異変解決で、この動画でも異変解決に奔走してるわよね。ただ今回の異変は今までとちょっと勝手が違って、そもそも私が初めて解決した異変はね。ストップストップ。何よマリサ、これから盛り上がるとこなのに。いやどんだけ遡って語るんだよ。時間あんま使いすぎんなっつったろ。てか前回の話のあらすじってよりかお前の紹介になってなかったか。は？最初に言ったじゃない。霊夢ちゃんのあらすじ紹介コーナー。お前の生い立ちを紹介するコーナーかよ。動画の尺使って盛大な自分語り始めてんじゃねえよ。初めての異変はレミリアが起こした紅の霧の異変ね。幻想郷に突如現れた高魔館という館に乗り込んで、おい何しれっと語り再開してんだよ。んなとこから聞いてたら時間いくらあっても足りて、なんやかんやあってここまで来ました。急に雑になりすぎだろ。お前の人生の大半なんやかんやの6文字に任せていいの。まあ今さら紹介しなくても私のことなんてみんな知ってるでしょ。最後に年齢と体重と3サイズだけ紹介して本編行きたいと思います。いやもう飽きたんだったらさっさと本編行ってく。全部ひ、み、つ、もう帰っていい？ダメに決まってんでしょうが。というわけで実況やっていくわよ。降臨から情報を聞いた直後にアリスの人形に絡まれたとこからだったか。今度はアリスがおかしくなったみたいだから、結界のかけら探しのついでにどつきに行きましょうか。ふん、帰れと言われて、はいそうですかと素直に従うバカがどこにいる。そんじゃお言葉に甘えて。だからダメって言ったでしょうが。なんでそうも帰りたがるのよ。あんたどうせ暇でしょ。とが貴重な時間を割いてきてやってるのに何を言うか。この巫女は、私はこれからベッドに寝転んで右向いたり左向いたりする予定があるんだよ。ただ家でダラダラするだけだろそれ。ふむ、同じ人形でも獲物が違うのね。槍、剣、斧の3種類あるのかな。武器の種類で攻撃のタイミングも変わるから、そう簡単にガードさせないよう工夫が凝らされてるぜ。いかに策を論争とも全て真正面から受け止めた上で叩き潰す。それが私の戦い方。ただガードのタイミングがわからないだけです。どうやらこいつらは人形帝国なるものの侵入者を排除する役割を持っていたみたいだな。大魔王アリスが統治する恐怖の帝国、ねえ。まあ多様無みたいに操られてるパターンか。これ。幻想郷の侵略を目論んでるらしいし、これはもう放っておくわけにはいかないわね。何より目障りだし。そっちが本音だろ。というわけで黒幕からも帰れと言われたけど、当然このまま書き込みに。お先に失礼します。だから帰ろうとするなって。そもそもあんたが帰れって言われてるわけじゃねえよ。なんだよ、この後寝転んで右向いてポテチ食ったり左向いてポテチ食ったりする予定があるって言ったろ。さっきよりさらに自堕落になってんじゃねえか。てかベッドの上でポテチ食うなよったねえな。てか敵に帰れと言われる展開も一緒だったけど、戦闘の内容も一緒ね。ほんじゃバトルが終わるまで飛ばすか。そこまで言うんならしょうがないな。まだ何も言われてないだろ。引きとして帰り自宅を整えるな。まあ当然のように同じ展開なわけだけど、当然帰らずにぶっ倒していくわよ。もういいじゃん、これだけ帰れって言われてるんだしさ。霊夢も諦めて右向いてポテチ食ったり左向いてチップスター食ったりしようぜ。左右で別々のお菓子を開けるな。あと二つ目のお菓子はもうちょっと別系統のものを用意しろよ。それじゃ展開同じなんでまたまたカット。コンビニ寄って帰る。はい次行くわよ。私の発言ごとカットするな。まったく、この収録が終わってから好きなだけダラダラすればいいじゃない。はいはいわかったよ。もう帰ろうとしたりしないって。てかあんたたちもいい加減しつこいのよ。口を開けば帰れ帰れと同じことばかり。そう言われて素直に帰るやつなんかいるわけないでしょ。まったくその通りだぜ。だからお前は帰ろうとしてんじゃねえ。いやなんで帰ろうとしてないんだよ。さっきのは明らかに不利だったろ。何急にやる気出してんのよ。なんで私やる気出したのに怒られてんの。人形帝国の本拠地を追って魔法の森に入ったけど、何やらめんどくさそうな場面に遭遇してしまったわ。人んちの前で何やってんだこいつら。というわけで人形帝国市民希望者の心と取り巻きのうぞうむぞうに絡まれたのでバトル。しれっと心の服装が変わってるな。身も心もすっかり人形帝国の一員ってわけかい。戦闘の方は相変わらず私が回復に徹してご先祖様で攻撃しつつ恐怖を付与する戦法ね。はいはいいつものやつね。まあこれが一番効率的だもんな。ワンパターンになっちゃうのは動画的にも良くないんだけどね。ほんとワンパターンだよなこの動画。ツッコミ一つとってもこのフォントで突っ込んだ後このフォントで追いツッコミするパターンばっかりだもんな。編集にまでダメ出ししてんじゃねえよ。いろいろ試行錯誤した結果その流れが一番しっくりきてんだよ。皆さんまさにこれのことです。
まあでも確かにツッコミのやり方が流れ作業的になってた部分は否めないかもね。よし、ここは初心に立ち返って一からツッコミの練習をするわよ。そういうのは動画外でやった方がいいと思うんですけど。つべこべ言わない。どうせ実況することなくて暇なんだから。実況動画で実況することなくて暇ってなんだよ。じゃあマリサ、私がツッコんだ後から同じフレーズを繰り返してツッコんでね。ツッコミの練習ってそんなリピートあったみー的なもんなの？つべこべ言わずにやる。わかったわかった。なんでやねん。なんでやねん。そうはならんやろ。そうはならんやろ。こんな地女みたいな格好の芸能人がいるわけねえだろ。こんな地女みたいな格好の芸能人がいるわけねえ。いつ使うんだよこのツッコミは。使用すべき場面が全く想像できないんだけど。その後特に苦戦することもなく心を倒し、本丸である大魔王アリスの家の前までやってきたわ。ふむ、アリスのやつ明らかにおかしくなってるな。ここは一挙軽く芝居て正気に戻してやるか。取り巻きの人形がスケールダウンしてるじゃない。攻撃したら自爆するようになっちゃってるし。油断するなよ霊夢。とその分本体のアリスが再生させてくるぜ。うん。だったら復活する前に本体を一気に叩いてやるわよ。それじゃ天人様よろしくお願いします。お前がやるんじゃないのかよ。天使の特技、起炎盤上の剣。ボタンを連打するほど攻撃回数が増える。おらららら。お、連打めっちゃ早い。普段から操作おぼつかないから心配してたけど、連打は得意だったんだな。連射コン使ってるからね。お前が連打してたんじゃないのかよ。さっきからそんなんばっかじゃねえか。む、予想通り人形復活させてきたけどさっきよりサイズが大きくなってるわね。復活を繰り返すたびパワーアップしていくのか。また人形たちが襲いかかってくるぜ。ふん、他力本願もいいところね。アリスもお前にだけは言われたくないだろうな。一度倒れたものを無理やり起こして再度戦わすなんて、なんてひどいことするのかしら。そんな非道な行いを許すわけにはいかない。早いとこ決着をつけてあげるわ。それじゃ小石ちゃんまとめて一層よろしちゅうてた。私は後方支援担当だもん。そういうのは攻撃担当の小石ちゃんと天使に任せるわ。お前も単体攻撃の特技持ってんだし手が空いた時くらい攻撃担当に回れよ。うち同担拒否なんで。やっかいなジャニオタかお前は。復活した人形を蹴散らしたら、もう一回り大きな人形になって帰ってきたぜ。まるで人形をゾンビみたいに扱って、あいつには人の心ってもんがないのかしら。ちょっと小石ちゃん何勝手に死んでんのよ根性ないわね。復活させてあげるからさっさと敵倒してきなさい。お前も同じことやってんじゃねえか。自分のこと上げすぎでそのうち壊れるぞその棚。突きかけた霊力は酒飲ませて回復。小石ちゃんはとにかくご先祖様。明らかに人形より扱いがひどいんですが。大きくなっただけあって2発かかったけど、さすがにあれ以上大きなのは出てこないでしょう。そんじゃあとはアリス本体を叩いていくだけかと思ったがどうやらまだ奥の手があるようだぜ。ゴリアテッツーとアリス本人よりでけえあの人形か。さっきより巨大な人形が出てこれるのかしら。画面サイズ的にもう打ち止めかと思ったのだけど。そういうメタ的な予測だったのかでけえ。あ、アリス潰れちゃったわよ。こりゃとんでもなくでかいわね。ああ、あのでかさは今までの奴らと比べても相当だよな。少しくらい私に分けてくれてもよかったのに。あんたなんか別のもんの話してない？数体だけがでかくなったわけじゃなさそうね。こいつ多彩な攻撃を使いこなしてくるわ。今度はこっちが恐怖を植え付けられたぜ。恐怖は小石の1000倍特許じゃなかったってこった。耐性があるのかこっちの恐怖は効かなかったしね。こりゃ今までの敵より格段に強いわ。さて霊夢、この強大な敵を前にお前はどう戦う？ゾンビアタックでゴリ押すけど。もうお前が大魔王だよ。アリスに異変を起こしてた結界の欠片を回収したところで、今回はここまで。この動画が面白かったって人はチャンネル登録と高評価をよろしく。どこが面白かったかコメントも残していってくれると嬉しいな。そういやさっきちらっと出てきたマリサの家は中入れなかったんだけど、アリスの家はどうかしら。残念、目の前にいる家主に止められたぜ。ストーリー進めれば入れるようになるのかな。アリスの火薬と呪いのデコイ人形が手に入ったし、今は良しとしましょうか。また物語が進んだら来てみようぜ。じゃまたな、アリス。妹のスズちゃんにもよろしくね。どうせアリスじゃねえよ。こんな地女みたいな格好の芸能人がいるわけねえ。さっきの意味不明なツッコミ使わせようとしてんじゃねえよ。霊夢の言う通り練習しといてよかった。ってなるかバカ。また見てね。